かける1の形俺のかける。全集中、雷の呼吸、1の形、霹靂一閃。ねずこちゃん、じゃあ次、じゃあ次ポーズは、うん、あのさ、デイズね。じゃあママが誰、ママはね、うん、全集中の呼吸、ねずこの呼吸、二人の呼吸。何ですか？やかましい！なんだ君たちは！YouTube で鬼滅の刃ばっかり見ちゃってるんだよね。もうさあ、もうさあ、もうさあ。ねずこです。ごめん、俺めっちゃハマってないの。むしろなんかさ、不服そうじゃない？なんか嫌いみたいな顔してる。嫌いとまでは言いませんがね、うん、みんな好きすぎてもね、パワーは？いや、わかるんですよ。わかるでしょ。いや、なんかね、あーちゃんもそうだったの、最初。うん、なんかいや、みんなうるさすぎだよって思ってたの。うん、そんなアニメごときで日本全国が、うん、騒ぎ立てて、うん、何の話だよと思ったんだけど、あの、うん、鬼滅の刃っていうのはですね、はい、アニメ通のもうジャンプ漫画もう全部見てますみたいなね、うん、もういくつもの作品を見てきてますって人からすると、確かに、なんか子供騙しの漫画だろうみたいな感じに思いがちだと思うんですよ。はい。これがね、見方を変えてみる。アニメを知らない、ジャンプ漫画なんか知らないよっていう人が、うん、それすらもハマらせてしまう。それが鬼滅の刃です。わかりますか？だからだよね。だからです。アニメが好きな人からしたら、うわ、このアニメ面白いっていうそのくどさもないんですよ。その、アニメオタクみたいな風にもならないし、こうなんかミーハーな人でもポンと入れるこの世界観、それが鬼滅の刃です。はあ、はい。じゃあ見てから言えよっていう人もいるかもしれませんがね、はいはいはい、僕に、はい、僕見ました、全部ほぼ、うん、最終巻だけ見てないぐらい。はいはいはい。最終巻見てないの、うん、逆に最終巻普通に出てないんじゃないっけな。あ、そうなんだ。わかんない、うん、いや、その上でハマれなかったんですよ。と、鬼滅の刃の好きなところ教えて。誰が好きですか？あのゼイツと、あのジャイアンと。ドラえもん？あれ？ジャイアンが好きなんですか？ドラが入っとるかや。鬼滅の刃の好きなところ、誰ですか？ゼイツと、うん、あのさ、ビヨン、丸の人、うん、丸の人誰だっけ？丸の人ってなんだ？怒る人。怒る人？鬼？違う。ん？あ、伊之助？そう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 、あってるあって。伊之助様のお通りじゃーって人？伊の、獅子かぶってる？うんうん。あの、デイツと、うん、あの、炭治郎と、うん、さっき、なんでだろう。伊之助と、うん、あと、これが先。あ、煉獄さんじゃん。ママ煉獄さん買ってあげたんだよね、映画見るときね。うん、ね、やかしい。いいよ、あれ、やかしい、やかしいや、やかしいや、やばいってくれ。水の呼吸一の方、みなおい、ダメです、ダメです。ダメです。ほらね、楽しそう。まあ楽しそうで、うん、本当に良かったです。でも分かる、泣けるとかは分かんなかった。あまりにも最近神秘的な出来事があったし、あ、出産というね、うん、出産してる身からするとアニメの感動なんてもんはまあたかが知れてるんだけど。だからそのタイミングとかによるよね、見た時の。映画で泣いたみたいな感じはすらできなかったもん。はあはあ、でもハマるのはすごいわかる。映画あるじゃん、うん、
あれさ、どう、あーちゃんとポンス2人で見に行った。あーちゃんとポンス2人で見に行ったよ。何でついてってくれないの。え、もう一回見る。じゃあもう一回見に。いいよ、もう一回。全然私もう一回見た。いいよ。炭治郎に決めた。炭治郎に決めた、うん、え、すいません、炭治郎です。どうですか。え、炭治郎だよ。いやいやいや、何も何も寄せてないじゃん。炭治郎でじゃなくてパンツですよ。パンツね。DJ こうじゃん。パンツって言った。ちばゆが今日帰ってきたから、うん、めちゃめちゃテンション高いんですよね。全然明日もう一回見に行くよ。いや、いいです。あの、本当に拗ねてるとかじゃないんで。もう一回見に行けるよ。ないんでしょね。うん、もう一回パパを見に行こうよって誘ってみて。もう一回パパを見に行こうよ。ねえ。ねえ、鬼滅の刃ね。ねえ、どうする。行きません。あ、まじょ、ダメの呼吸、一応言った。ダメの呼吸ってなんだよ。マジ鬼滅の刃ハマらない。もうめっちゃハマらない。いや、ハマらなくていいよ。ウー君にハマられたらだってつまんない。どうしよう。なんかさ、サウナにハマれない私の気持ちだよ。そうだよね。まあその物体もの自体が嫌いじゃないけども、みんなハマりすぎて、そうそうそう、なんなんてなる現象は結構この世にあると思うんだけど、ね、マジで今それになってんだよね、俺が。ハマれない人。いや、俺と同じ、心の扉を開いてみて。俺と同じ人もいると思うよ、実は。いると、あーちゃんもそうだったもん。頭をね、ゆるくすんの。楽しいみたいな気持ちになると、全集中とかやりたくなってくるの。で、そのうち、ラジオとかで、その炭治郎と、善逸と、伊之助の声優さんたちが、なんかこう、ラジオ番組やってるとか、うん、演舞っていうね、あの敵役の鬼の声とかと一緒に仲良く話してるとか、そういうのを、もう現代のそういう SNS とかを彼らが使ってくれるです。あの声優さんたちが。それはアニメ関係ないやけ。え、それは流行る理由っていうか、見た後にそういう余韻に浸れるんだよ。うーん、例えばさ、今これがジョジョの声優さんが同じことやってるかって言ったらやってないわけじゃん。まあ、ジョジョの声優さんがそれをジョジョっぽくトークしてたら見るかもしれないけど、ね、めっちゃ見たいじゃん。そういうのを今声優さんたちがそのこの波に乗っていろいろやってくれてるわけよ。だからもう今こういうね、お家の中で遊びを楽しまなきゃいけない時代になってきて、そういうすべてのタイミングがもう綺麗に重なって、鬼滅の刃はバーンっていったんだよ。なるほどです。そういうこと、だからめっちゃ面白いとかそういうことを考えちゃダメなんだ。次、ね、ゼロの映画見に行こう。あ、そうじゃん、ゼロワン VS さ、セイバーだっけ。見たい、それそれあるよ。パ、そしたらパパと見に行けば。結構でも子供に見せるにしてはグロいなとかも思いますしね、僕は。そうね、みんなちっちゃい子が見るようなアニメじゃないかなっていう。うん、意外とグロテスクな感じなところもあったけど、そんななんか心が重くなるようなグロさはないよね。さあ、あなたも鬼滅の刃の住人になりませんか。嫌だね。俺は反抗し続ける。レジスタンスだ。いいだろう、鬼滅のレジスタンスよ。ここに集え。戦おうじゃないか。俺は絶対にハマらんぞ。ダメだ。絶対に鬼にならない時の煉獄さんみたいな感じだよ。もしたとえ今後そういう何かの表紙で鬼滅の刃がめっちゃ面白い、やべえハマったってなったとしても、俺はハマっていないふりをし、お前たちと戦う。そういう人間じゃないものはある。俺は絶対ファンにはならん。いいのよ。俺はファンにはならん。ダメ。いいだろう。次は私がリサの炎を歌ってみたをやる。うわー、手を伸ばし、ねえ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 、やめろ、旅の途中で出会い。もう一回、次はドラえもんの歌。テレレ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 レ
照らしてでで。やめろ。あんなカメラ目線。すいません。照らしてじゃねえよ。ゼロワン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 。このアーカイブをアクセスして検索したって I don't feel it right 未来始まるのは新しい時代に。まあね、私はもう鬼滅ブームにまあまんまと乗れたということで良かったです。まあ乗れた方が楽しいから、うん、俺は羨ましいよ。はい、うん、恥ずかしがらずにポペキ君ペしてるだけじゃねえか君も気が向いたら乗るといいよ、この箱舟に。その船には乗らん。じゃあウー君と一緒になんか違うのにまたハマろう。コードギアスとかそういうのがいい。海外ドラマとか俺はそういうのがいい。うん、ということで、はい、鬼滅の刃のお話終わりです。見たして、ゲストして、バイバイ。